皆さんこんにちは、 PGA ティッチングプロ竹内です。本日のレッスンはダウンブローで、スイングを作るための練習法、パート2ということで、やっていきたいと思います。今回ご用意していただくのはヘッドカバー、1つご用意してください。ヘアウッドのカバーでもドライバーのカバーでも構いません。このヘッドカバーを1つご用意ください。このヘッドカバーを使って、ダウンブローを習得していく練習ドリルやっていきたいと思います。ダウンブローに打つために必要なことっていうのは、フォローのラインを意識していく必要があります。フォローのラインですくい打ちをしてしまうとアッパーに高い位置に振り抜いていくことになります。高い位置にヘッドが抜けていくことで、ダウンブローに打つことはできなく、また前回ご紹介した軸の動きというのもこのように右に傾く形になりやすいです。軸がこのようにキープされている状態でフォローのラインが、低く出ることでダウンブローにスイングを作ることができます。今回はですね、このフォローの動きに着目してダウンブローを作っていきます。まずは通常通りこのようにアドレスをしていただいて構えていきます。ここから目標方向のこの辺りのポジションですね、この辺りのポジションからヘッド1個分後ろにヘッドカバーを置いていきます。このポジションに置いていきます。このように構えて目標方向のまっすぐラインからヘッド1個分後ろにヘッドカバーをセットしてこのように置いてください。あまり高いヘッドカバー、この高さが高いヘッドカバーでしたらもう少しこちらに離すようにしてください。このように右腕をこのポジションから伸ばしてグッと伸ばしている状態で触れるか触れないか程度のところにこのヘッドカバーをセットしていきます。練習場で練習する際はこのヘッドカバーが当たらないところでセットするようにしてください。このヘッドカバーを触るっていう意識で、このフォローを出していきます。それでは一度打ってみます。このようにですね、ヘッドカバーを触ろうとすることでフォローというのは低くなっていきます。なので低くフォローを出すためにはダウンスイングというのは上から入ってこなければいけません。下から入ってくるとすくい打ち、このような形になってしまいます。インサイドから上に振るのではなくて上から下へと振っていく意識でダウンスイングを作れるようになるとダウンブローにショットは打つことができます。なのでですね、ここに置いたボールが打ちました、その後に前のこのヘッドカバーをギリギリ触れないところでセットしてこのヘッドカバーを打つという意識で持っていってください。この時にスイングの軸気をつけてください。左側にスウェイしないように、またここから起き上がりにならないように気をつけてください。起き上がったりスウェイしてしまう動きっていうのは NG になります。この動きができるように練習を繰り返して行うようにしてください。目標物がこのようにあるとそこに振っていこうとするイメージで、ヘッドは徐々に低くなっていきます。この練習を繰り返して、ダウンブローに打てるように練習をしていきます。これができましたら、ステップ3ということで、次回に進んでいきます。最後までご覧いただきありがとうございました。